現在次の日の4時半前ですね。赤岳の山頂を目指して出発します。はい、赤岳の山頂付近までだいぶ登ってきました。阿弥陀岳、朝日に照らされててっぺんが非常に綺麗です。反対側はあれは横岳ですかね、あれもてっぺんだけが照らされてすごい幻想的です。あともう少し頑張って登ってきます。正面に、阿弥陀岳、非常に綺麗に見えてます。ちょっともやがかってきましたね。あと頂上の方までこんな感じですね。結構急です。最後もうちょいかと思ったら結構まだ先ありますね。まだ長いです。今この岩場を上がってきました。結構急でした。
うわ、すごい。うわ、一面雲海になってますね。うわ、すごい。あ、富士山が見えますね。すごいくっきり見えます。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。GoPro です。GoPro で行きます。動画撮りながら行きます。え、今撮ってるんですか？あ、撮ってます。映ってます。何時に出ました？5時半ぐらい。今何時ですか？あ、ごめんなさい。5時半じゃないや。4時半なんですね。
下りは快適ですね。登りの方々は大変そうです。僕も大変です。今これが赤岳展望層の裏側からの景色ですね。ちょっと分かりづらいんですけど、あの岩の先の向こう側にですね、行者小屋、赤い屋根の小屋があります。あそこがテント張ってるところです。これから地蔵尾根という尾根を通って、行者小屋に降りてテント回収して、今日は下山しようと思います。あれは奥に見えてるのは横岳ですかね。すごく綺麗ですね。高度感がある下りですね。鎖があるんで安心ですけど、ちょっと高いですね。行っちゃったわ。じゃあ、ちょっとすいません。よいしょ。よいしょ。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。うわ、この道嫌だな。なんか、横の方がいい。こちらの地蔵尾根は反対の文三郎尾根より急じゃないなかなと思うんですけど、なんか地質がそうなのか滑りますね。朝露とかのせいなのかな。すごい、さっき2回滑って尻もちついちゃいました。かなりツルツルしてます。
30分ぐらいすれば多分行者小屋に着きそうな感じです。もうちょいです。地蔵尾根から無事行者小屋に帰ってきました。赤岳めちゃくちゃ綺麗でした。今時間が8時14分ですね。かなり、早めに降りてこれました。まあ今日はちょっと余裕がある感じで帰ればと思います。いや気持ちよかったです。